5番と五石5番は、囲碁の用具の一つで五石を打つ、板のことである。番の上面には縦横に直線が描かれ、それらは直角に交わっている。また、このような縦横の直線の交差により作られている、格子状のものを、5番の目状と称することもある。5番を作る木材には茅、かや、かつら、イチョウ、キノキ、ヒバ、南洋材のアガチス、北米産のスプルース材などが使用される。 五番を作るためには少なくとも樹齢数百年の大木が必要である。蚊帳製、特に宮崎県産の蚊帳のマサメ番が最も珍重され効果であるが、近年はかやの大木は国内では非常に希少となり、中国、雲南産の蚊帳を使った番が多く販売されるようになった。かつら、イチョウなどの番が普及品としては上物とされ、また安価なものには 大木が得やすいスプルース材が多い。業者の広告等で、新カヤという商品名で呼ばれているものは、スプルース、新カツラと呼ばれているものはアガチスであるが、それぞれカヤやカツラとは全く別種の木材である、ことには注意すべきである。木材を圧縮接着した、積層材のバン、またプラスチック製のものやゴム製、持ち運び用のマグネットも石に対応した。 金属製の5番も販売されている。5番状に引かれた線はヘラや筆を使って引く手法の他に立ち目盛りと呼ばれる独特な伝統的手法がある。これは日本刀の葉を丸め、温めて黒漆を付け盤面に刃先を押し付けて線を引くものである。表面に漆が乗るため線には微妙な盛り上がりができる。視覚障害者が手触りでマス目を判断して ごを楽しめるように、この線をわざと厚めに作る5番も存在する。5番の価格は、数千円から1千万円帳まで様々。アガチス、カツラ、スプルース製の厚さ1寸までの卓上版なら、数千円程度を、アガチス、カツラ、スプルース製の足付け版やカヤ製の卓上版では、数万円から10万円程度、イチョウ、ヒノキ、ヒバ製で30万円程度まで、 かやせいは一面ずつ価格が異なるが、相場として、板目板で5万円から80万円程度、まさ目板は希少価値が高いので、大変高価で、数十万円からで、名板ともなれば、数百万円から1000万円を超える。さらに高いものは、価格横断など、客観的な価格では対応しきれない5番もある。形状は畳などの上で椅子を用いない対局で床に、 直接置き使用する足付板以外にもテーブルの上で用いる薄い板状のものも公式線で使用される。それ以外にも折りたたみ式のものなどもある。厚さ2寸くらいまでの卓上用の薄い板板は十分に乾燥していない一枚板では実用に耐えられないほど反ったり線のマス目が狂ったりする恐れがあるため板を何枚か這いで一面の板を作ることが多い。これは節板。 接合板と呼ばれる。他にも左右2枚の板を差し込んで一面の板にすることで反りなどを防ぐ差し込み板というものもある。また、板の反りや変形には決めの影響も大きく、この点でもマサ目が沈重されている。足つき合板の裏側の中央部分にはへこみがある。これはへそと呼ばれる。木材の乾燥による歪みや割れの防止と、 石を打った時の音の響きを良くする効果がある。二寸程度の薄い足つき盤には凹みはない。また、血だまりと呼ばれることもあり、対局中に横から口を挟む人間は首を跳ねられ、このへこみに乗せられることになるという。5番の足は口なしの実の形を模しており、他人の対局に口なしということを示唆している。中国では布製の5番も用いられることがある。 盤上の線のことを道と呼ぶ。標準的な五番は19素字だが、それ以外にも様々な番があり、よく見かけるのは以下の4種類である。他に入門、研究用として7素字以下の番もよく用いられる。東京大学の囲碁授業では6路番が採用されている。また21路番のように、標準より広い番も存在する。 使用される縦横19本の線を持つ番を19、ロ番という。5番といったとき特に断りがなければ、この19ロ番を指す。交点の数は361、マス目の数は324。大きさは縦1尺5寸、横1尺4寸、厚さは足つき番で2寸から9寸程度まである。連珠で代用されることもある。また、交渉棋にも用いられる。 十王十五本の線を持つ番号十五路番という。以後では使われず、連珠で使われるため、連ソロ番と呼ばれている。交点の数は225、マス目の数は196。大きさは縦一尺二寸、横一尺一寸と、将棋盤とほぼ同じで、厚さは足つき盤で二寸から九寸程度まである。ちなみに、十五路番を採用したのは、昭和初期に連獣の 第三世名人、高木楽山がルールとして規定したためとされており、これまでは十九素字の合板を使用していた。十五路板が採用されたのは、伝授は以後の付属物ではないという考え方と、黒に束縛を加えても十七路板や十九路板では、先手が有利であるのに対し、十三路板より狭い、板では逆に後手が有利となるので、対等に勝負できるようにしたためとされている。 中王13本の線を持つ番号13路番という。通常の19路番に比べ大きさが小さく全体が把握しやすいため9路番で基本をつかんだ初級者がより実践に近い感覚を学ぶために使われることが多い。目の数は169、マス目の数は144。5分から2寸程度の薄い板で作られている。中王9本の線を持つ番号9路番という。 主に囲碁の初心者が囲碁の実践の感覚をつかむために用いられる。盤の大きさが小さいため通常の布石はあまり意味をなさないが一定の気力に達した者同士でも楽しむことができる。目の数は81、マス目の数は64。2014年時点においてはコンピュータ囲碁プログラムはパターン数の少ない小路盤において力を発揮するとされている。 プログラムは19路盤では2014年7月現在山、高段者程度の気力とされているが、9路盤においては、プロと、ほぼ互角の気力を持つという、プロ騎士の感想があった。2018年時点では、コンピューター以後のトッププログラムはすでに人間を追い越している。関係低姫捧ぎからは、関内のものと思われる、統制5番が出土している。 装飾の施された木が四ん五極という五番も著名。焦燥インフォームツとなっている。五番の大きさについては以下の記録が残っている。現在は五番、将棋盤は実際の使い勝手より厚いほど高級とされているため、八寸九寸などという盤も稀に存在する。日本の皇室では753に当たるものとして五番から飛び降りるという儀式が行われる。 世界をしっかりと踏んで立ち成長するようにとの願いを込め、右手に扇、左手に山立花を持ち、五番の上から南の方角へ飛び降りる。皇太子なる人新郎、秋篠宮文人新郎の使用した五番は、1964年に日本棋院から寄贈された。皇室に限らず、五番の儀として753に行っている例もある。五番の角を切る吉家。 月岡義都氏が5番で戦う佐藤忠信、歌川国義がありがとうございます。